アイドルブームって波があるんだよ、うんうん、波が、まあ、何でもありますけど上がったり下がったりで、うん、あの時期すげえアイドル流行ったな、うん、あれ最近アイドルでこうパッとしたアイドルとかすげえアイドル出てこないねみたいなのが、はい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 、あってさで俺ねそれを調べてみました、はい、ちょっとだけ面白いから、はい、したらこれね平凡と非凡の間を行き交うアイドル文化あのまずねもうあの三人姉妹とかコマ撮り姉妹とかあとはあれあのなんだっけザ・ピーナスとか、はい、あのなんだっけなその若尾役さんとか、まあ、その時代は若尾役もう喋ってもうついていけないから、うん、ギリギリみんながついていけるんじゃないかっていうところから始めます、はい、70年代の、はい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 、キャンディーズピンクレディ山口百恵ってなるほどなるほどいますけどこれこの時代天地真理とかあーあー新ちゃん大好きな天地真理基本的に、うん、みんなちゃんとした、はい、お嬢さんで、うんうん、結婚とかされるわけよ二十歳でああ確かに確かにだからあのキャンディーズは隣のお姉さんチームでピンクレディは夜のお姉さんああで両方ともファンタジーああっていうのがあってでまあ普通の女の子になりたいなんて言っちゃってるわけだ、うんうんうん、だからもう思考がこれ70年代特にそうなんだけど70年代っていうのはもう疲れてるからさもちろん4畳半フォークの時代だから、うん、だからもう無理したくないなるほど普通でいいやって思い始めた時代なんで、うん、やっぱこう平凡だった、はいはいはい、だ問題はそこから好景気に向かっていくに聖子明菜小泉時代に来ますねこれはいほーこうするとスーパーかわいこちゃんの時代が始まるわけなんですなるほどなるほどこのいかに非凡かっていうことだねなるほどなるほどもう どうかしてんで小泉になるともうちょっとポストモダン入ってくるんだよでこれってなんて言ったってアイドルって小泉ですよねそう、うん、なんて言ったってアイドルこれまたポストモダンポストモダンですね完全にでしかも結婚とかする日ねえし最初からでも聖子の場合は結婚は利用するものなんだよなるほどね、うん、だからここもちょっともう平凡とは違うわけこれなんだっけガブリエルだっけいいんですよ。まあ成功話長くなるんで、エクスタシーなんで。笑ったな。そうそうそう。でまあそんなこんなで80年代がありますわ。うん、で、はい、そうするとさこれまあ平凡から非凡でこの時期っていうのは、うん、この後まああのなんだろうねほとんど病気なんつったりねしてね。え？いや知らないか。ポストモダンの時代なんでね。ほうほうほうでどん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 普通じゃないっていうことが面白いってことになっていく。うんうん、でまあバンドブームメイクするタケノコ族みたいな流れからずっとどん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 エキセントリック祭りが始まっていくわけですよ。おはい、それで。普通の人たちがものすごく頑張って普通じゃない祭りを始めるっていうのは中心のつながりになるこの流れなんだけど問題はですねもう一回ね80年代中期になるとバブル直前なんだけどやすす登場で上がりすぎたアイドルをもう一回ガーッと下げる雲の上の存在じゃなくってその辺にいるようなクラスのっていうやつですね聖子明菜の時代にオールナイト富士で普通の女子大生もいいよねっていう流れがあったんで普通の女子高生引っ張り出して超平凡っていうのを作る。なるほど、なるほど。これが80年代中期。はい、ただ、時代はそれを許してくれない。バブルがある。85年のプラザ合意以降、日本がおかしくなってどん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 ジャパンズナンバーワンになってって、うん、後期バブルになると、また非凡に行くんだよ。うん、もうウィンク。来た。もうおかしくない。笑わないもんね。そう。これが後のドール化につながってきます。はー。で、そして森高もドールっぽいんです。うんうんだけど、ね、森高は私がおばさんになってもとか言ってまだ中身があるんですよ私がいるいや本当にいい歌いっぱいあるんですよ森高この人アーティストでしただけどだけど必死でついていけるオタクたちのオタクたちの体力があったの精神的な体力、はいはいはい、バブルだから上だから、はいはいはい、だからそれがだんだん疲れてくるでもちろんこの当時スーパーかわいこちゃんの時代だからあの水木有沙宮沢りえこれ水木有沙だなそう有沙有沙有沙りえ久美子来ますねこれなんで宮沢だりえじゃなくもう来ますうるさいりえさんの心の距離感かな有沙の方がタイプカタカナだしりえはあんまりまあねこれは要するに、うん、普通でいいじゃんっていう人たちもいたのに、はい、意識が日本の経済と株価と、うん、NTT 株と同時に、うん、女たちの自意識も上がっていくわけですよ、うん、そんでもう普通じゃなくなっていくこれなるほどなるほどこれがまあ止められなくなっていくわけですよだから今の40代後半ぐらいの人40代半ばぐらいの人たちは、うん、この時代に青春を送っちゃってるもんだから大変はいはいはい、はい、だからその上がりすぎちゃった自意識みたいなもの特別感みたいなものがこう上がれなくなるみたいなこれまた非凡繰り返すわけですよ、はい、問題はですね問題ですねこっから混沌としてくるんですよちょっと面白くなってきますねこっから、はい、バブルが、うん、バブル弾けます弾けました小室派対宇多田派に分かりますこれ
小室派対歌小室派っていうのは要するに小室天才小室についていこうという普通の人たちチームなんだよこれ、うんうん、だから基本的に平凡派なのこの人たち。はい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 、はい、ただ黒船来ちゃうんですよ、うん、黒船宇多田は非凡で来ちゃうわけ。もう才能あるしうちみたいな。まあ本格でしたよね、うん、こっちはね。でまあこのプロジェクトはともかく、はい、この人普通になれないって大変だから人間活動するぐらいにこの人異常だったんだよ、うん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 、でこれそのスーパーだったわけだよね。で同時に90年代っていうのはこれメンヘラ文化の始まりでもあるんで、まあ非凡こすっていう椎名林檎登場になってくる。どういうこと？混乱してくる。あ、この人実は、普通なんだけど、はい、普通じゃないっていうふりをしているコスプレをやってるところあるの。ほー、なるほど。ここになってようやくこの人複雑なんです。この人実は非常に複雑な内面な。だから表現方法が複雑なんで行き来するっていうか、わざとフェイクもやるんで入れてくる。まあまあ、でっていうなんか演じるってことも込みになってきてしまう。ただ問題はここで混沌とした90年代バブル後半のお祭りやってる時にやってきますよ、うん、ここね、ほら、あのね、スピードアムロ登場します。これアムロって言い方がインドネーションかアムロって言い方がやめましょう。勘違いさせそう。わかりました。これスピードアムロ父さんにぶたれたことない。アムロですからね。アムロは、はいはい、アムロってごめんなさいごめんなさい。はいはいはい、これが沖縄アクターズブリッジっていうブリッジがかかります。ここでこれ何かって言いますと、努力すれば非凡になれるっていうのをやるんですよ、この人。なるほどね。うん。そう。特に、アムロの後ろにいたマックスの人たちは、スピードはそれを、はい、まあ、あったね。で、これ、アイドルの人たちって、ダンススタジオに、もともといた人たちが多くて、はいはいはい、で、その人たちは、これのブリッジをと経過して、ここから、ある新しい世界に入っていくんだけど、そこからですよ、問題はここのモーニング娘。の発明につながっていく。発明なんだ。これ、浅草橋ヤング用品店っていう、はい、あの、浅谷です。テレビ、浅谷です。そこの、あの、テレビ東京。だから、まあ、その、日本、あの、何、その、東京ローカルに近いぐらいの、まあ、その、地方局に近いぐらいの、あの、局で、始まった、バラエティ番組で、オーディション番組。ガチンコファイトクラブとかやってた時代なんです。そうですね。で、そのノリの中で、うん、そう、うん、あの、パッとしない女の子たちが、うん、アイドルになるっていうのをずっとドキュメンタリーで追いかけて、これ、一種の発明だったわけだよ。なるほど。それまでは完成品、もしくは密室で生まれていた。黒船外から来る、はいはい、みたいな。この人千葉から来るんだけど、そういうのがあったんだけど、これ作るところから見せちゃう、うん、そうするとどうなるかっていうと、俺たちのモーニング娘。になっちゃうんだよね。はこれはね、なかなかすごい。でこれがあの決定的にその後の AKB 文化を作ってしまう。そうですね、まあ、確かにここスピードとアムロ波江かもうレイって言いかけちゃうわ、はい、まではやっぱなんかこの事務所っていうかね、そうそのちゃんと養成所みたいなのあって、うん、そこからこう叩き上げられてきた人って感じですけど、うんうん、ここは本当にその経過までも技術がいらない。あ、でこれは素人臭さがね。そうそう、ただここあのなんとか、じゃあね、あ素人の文化がなかったかっていうと、おにゃんこなんかそうなんだけど、うんうん、おにゃんこが頑張ってレッスンしてスーパーになる武道館目指すとか言わなかったよね。はあ、素材だけそのものでいけちゃったの。だけどあの時代はもう許されない。この時代もうあの弱肉強食時代が始まってんで、うん、バブル崩壊でどん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 時代がこう最悪になっていくから、うんうん、タフでなければいけないみたいな。だからなかなかそのなんていうのかな、ローカルっぽいし、あのブルカラっぽいんだよね、もう知ってる。でそのツング自身が割とそのブルカラの匂いがするわけ。そうです、ね、要するに、レペゼン大阪じゃん。レペゼン大阪、ね、何はの根性っていうのは、なんかさ、そういうのがあって違うんだよ、もう都市型のものとはっていうのがここで来て、これにみんな乗っかるんだよ、あの頑張んなきゃっていう気持ちを代弁してくれるんですみたいな感じの、あのモーニング娘。モーニング娘だと大嫌いでした、はいはい、僕最後にさ、その話は後で、その話は後でします。なんで俺はこんな風になったか、今ツンクスさんのことはすげえなと思ってます。だけど当時はふざけんじゃねえよこの野郎って、日本の未来は誰も羨まないって世界は羨みませんって言ってました。でそんなことはどうでもいいんですけどで問題はですね、その後、はい、0年代構想っていうのがあって、はい、非凡を目指す平凡少女、はいはいはい、これ要するにモームスたち、ほう、ここの一軍っていうのが、うん、まあ頑張るわけよ、うん、
平凡なんだけど本当は。だけどバーサススーパー歌姫の時代がやってくるわけだよ。スーパー歌姫とは、うん、浜崎あゆみ、倖田來未、愛子、はじめとせ、ミーシャ、もうみんなもう歌姫歌姫歌姫、この人たちはもう抜群の歌唱力で勝負してくる。はあ、これがまた同時代に起こってるのが0年代の頭。なるほどね。そう、だからここに、うん、ユキもそうですもんね。そう、ここで何が起こってるかというとやっぱり平凡対非凡の戦いがここでまた起こってる。ほう、そうっていうのが、まあこれが0年代構想みたいなのが、うん、でも面白いで この構想が、まあ、後にどういう状態になっていくかっていうと、まあ、最終的にはあの AKB の一人勝ちの方向にこう向かっていく。そして、うん、2011年の、まあ、AKB スタイル、もしくは そしてなんか、これ後ですけど、ドールになっていくっていう中で、うん、ざっくり、はい、ツンクの革命を一言で言うならば、はい、ツンクが何をしたかって話じゃん。何をしたで、見つけてんだよ、ツンクって。何を見つけたかっていうと。一生懸命探しまして、見つけましたか。見つけましたよ。はい、アイドルって何かって、はい、日本人って何か。何ですか、うん、紫の上シンドローム。ん？ん？光源氏という、平安時代の、物語がありますね。あー、なるほどね。光源氏が、紫の上っていう人を、見染めるんですけど、当時まだ幼女です。そうそうそう。で、たまたま見つけた幼女を、あれ、俺の好みにしてえなと思ってさらってしまう。うん、そして、まあ、受け入れて、自分好みになっていくっていう、もうこれ男の理想なんです、うん、そうですね、うん、この夢が日本人の遺伝子の中にものすごくこう入ってる。これがあるプラス不正、それから応援したいっていう、はいはい、で、うん、あのもし娘がいたならばみたいな、そういういろいろな男たち。ああ、なるほどね。そう、これは足長エロおじさんって言って、足長エロおじさんって言ってるんですけど、エロがつく。下心はあるんだが応援する手を取りたいという。ああ、日本人の男子のこの複雑な心境みたいなものを一言で言うと、この紫の上シンドローム。これをシステム化したのがモームスで、みんなで応援しようで、さらにそれを AKB システムで完成させるんで、宝塚スタイルをこう取り入れることによって、この形になっていくっていう流れが、まあ、できるわけですね。はい、これ。はい。まあまあまあ、なるほどなるほど。うん